ひらがなのでさんな、でさんですね、これ。でさまじゃなくて、でさんですね、これ。紛らわしいですね。さあ、でさんが、あ、でさんが、う、え？また、つねさんディスる気？この前みたいに。この前、あなた、上海取って、つねさんディスったけど、今度は、浦足を取って、さあ、チームがすごいこれこれ何、ああビリー、あこれ俺すごいビリーが結構有利だと思うんだけど、さあどうする、デさんどうする、ブットバー、あブットバー置いて、これ前だけでよくね、遠距離されない程度に、さあ画面足いっちゃった、ガガシャナれてる、なんとか逃げて、今度逆に画面足追い詰めた、さあしっかりくぐって、うまいね、ジャンプリーしっかりしてんな、さあうまい、さあ雪地もライジングで切り返す、歩き壊しが暴れに負ける、さあ置き攻めは禁止で重ねるがガードする、さあしっかりしてる、6フレのしゃがみしでしっかりしてる、うわっ、さあ、変わったのは、デさんのビリー。ビリガン強えな。俺強えと思うんだけどな。さあ、筐体ビリガン。これもビリガン結構いけるよね、かなり。さあ、当てに入れて。あ、ボディ。あと、ミスったか、死んじゃった。さあ、ユキチの強が取り返す。さあ、中堅は、やっぱり、やっぱり浦代っすよね。てか、みんなさ、中堅浦代のこのカラーとかやりましょうよ。やばくないっすか。なんか浦代が相当苦そうだ。暴れてるだけなのに苦そうだよ。暴れてるだけじゃん、向こう。暴れるだけだって、ほら。あ、通した通した通した。はい、通した。さあ、来た。あー、調子こいてんじゃねえぞって、さすがにガンギレっすよ、これ。ズネさん、ガンギレ。さあ、浮き攻めは。結構適当。出し投げ、ちょっと危なかった。さあボディ追い詰められて崖に切り返すが、こっちだぜ、結構危ないな、うわこれは激しい今のやばいなさあなんだかんだで体力が一緒になってきたが、勝ったのはデさんの浦代。発動してもいいっすよ、発動してもいいですよ、本当に。あの男と違うところを見せちゃってください。さあどうする、いきなり画面足を背負ったが、さあ苦しくなってきた、さすがに発動しなかった。さあ変わったのは雪城亮。さあ大将シャンフェイ、この前このシャンフェイダメだったけど、今回はまあこの前はちょっとナメクリ入ってたんであれだったけど、まあ今回はやってくれるきっと。さあ大将シャンフェイ、さあ亮の元気がいい、すげえ元気がいいが、さすがにガン切れの超投げ、置き攻めはしないで、さあこれはちょっと危なかったかな、両側、うわこれは死んじゃったかな、死んじゃったんじゃない、はいどうすんの、ミスったよ、はいってミスった。さあ一撃刺さるぞ、向こうも怖え、今マックスリコだよね今ね。さあこの投げ汚い、刺しても何も入んないっすよ。さあしゃがみシャーバルから入れ込んで勝ったのはで3 さあセーフセーフ、これゆとりちゃんさんですよね、初期さんがいない、あ初期さんが携帯見てる、多分ゆとりちゃんさんだとは思うんだが、
あてなってる。ありがとう。ありがとう、ニセカッパさん。オーダーセレクト。さあ、デさんが、また、いろいろキャラを変えてきた。さあ、これ、始まったよ、また。クーラ対相撲が。あ、デさん、どこまで使えんの？俺にメディプレイだけで死んでたけど。メディプレイだけで死んでる相撲がどこまでいけるのかな、これ。デ様の活躍に期待したいが、エースピン噛み合って。あ、すげえ走り込んでるけど。さあ、しっかり格闘やりて。お、噛み合った。さあ、噛み合った。さあ、強すぎる、このキャラ。さあ、変わったな、デさんの相撲。一緒に相撲やればいいのにね。あいつも。さあ、女王様の無知から出てきた。お、なんか、手首見えた、今。じゃあ今、宿やってもダメですよ。さあ、これ苦しい。なんとかどっちか噛み合うも。さあ、ガーキャンでこれ開いて。さあ、勝ったのはゆとりさんの、ゆとりちゃんか。ゆとりちゃんの無知子。しかし、デさんはゲージを貯めているぞ、ちゃんと。さあ、3ゲージ近い。これ、ムチコ側もきつくね、これ。と思ったけど、ガナシいってる。さあ、パオが。ああ、なんか、これはブーブランで、しっかりゲージ。パオなんか使ったことないのに。ああ、さあ、ソニックタイク。これ、今回26ドットしか減んねえからな。さあ、なんだかんだでゲージは貯めている。さあ、変わったな、ゆとりちゃんのムチコ。さあ、フォクシーだがゲージは貯めているぞ、しっかり。さあ、大将フォクシー、なんかカクカクしてる、カクカクしてる、すげえ足がカクカクしてる。あの黒人の人を煽った時のようにカクカクしてる。じゃあ、リチャードか。あ、パワーした。さあ、置き攻めはジャンペイ。荒らして。ダメージ重ね。そう、あの石ですげえダメージ減った。さあ、勝った。さあ、4ゲージ近いぞ、この北斗。さあ、大将、アテナちゃん。ガンさん、これ、どうなの？いけんの？やってか、北斗入りだよね、普通に。ですよね。てか、まあ、ゲージ的にももうやばいし。さあ、そこ行ってるうちに、6割ぐらい減ってるよ。さあ、置き攻めは金利。さあ、ピチピチ逃げてる。さあ、ボールで、ペースを取り戻したいのかな、これ。うわ、離して。あ、これは、と思ったけど、助かった。さあ、崖をぶってほしい。フォクションのイメージがなくなってきた。うわ、噛み合った。さあ、これ、あっ！さあ、変わったのはデさんのフォクシー。さあ、次に出てくるのは Q さんですね。 Q さん、あ、てか Q さん、え、そっち来たんだ。まあ、バーネスさちょい。さあ、デさん、バーネスさかすみちょいってだいぶ変わってきた、また。てか、同じキャラ一回も取ってなくね。さあ、バーネスさかより。なんか、嫌がらせしてるだけだが。さあ、嫌がらせしてるだけだが、結構ダメ取れてると思ったけど。ガクラッチ高いの近距離しないよ、一応。さあ。あっと、危なかった。さあ、バネッサ苦しそうだ。ヘリオン離してもいいのよ。はい、末、今回。今回し、あ、アルファの勝ちです。さすがにその距離は。と思ったけど、この人強気。さあ、勝ったのは、デさんのバネッサ。じゃあ、これバネッサユリっすよ。
さあどうすんの。ただそれができんの、デサンに。デサンにできるのそれ。俺もできないから。あ、苦しそうだ。あ、死んじゃった。さあ勝ったのは Q さんの相撲、素晴らしいですね。さあかすみちゃん対相撲だが、相撲は苦しそうだなこれ。なんか苦しまけないろいろ暴れてるけど、うわさあなんか膠着状態だが、橋を背負ってんな相撲だが、だんだん橋に詰まってきたか。あ、これはまだ助かったけど、ただもう時間ないからガンガン行った方がいいと思うんだけど。お、これはさあデッサンなんとか助かるか。あ、デッサンなんか逃げ回ってる、逃げ回ってる。さあ無難に完封して勝ったのはデッサンのかすみ。さあ暗くないかすみっすよねこれ。これジャンプリーだけの話になるけどさ、おっジャンプリー、あおう、さあ噛み合って、これクラークのターン来たよ。さあまた中距離だ、中距離はジャンプリーがきついぞ。さあ逃げジャンプリー通して、うわー立ち回ってるがダメージ操作が違うぞこれ。あークラークもう苦しい、これ無理じゃんほら、クラーク無理だよ。さあ勝ったのはデサンのかすみ。サブキャラのクラークは最強だと思うんですけどね、なんか適当に読み合うだけで勝てるんで。さあなんか相当悩んでるよ。ああ、ああまあ、え、じゃんけんだ。え、あ、じゃんけんしてるようでまた話し合いになった。あ、またじゃんけん、じゃんけんじゃんけん、またじゃんけんだ。うー、じゃんけんぽい。さあプロゲーマー出てきた。さあ今日も業務が始まるぞこれ、プロゲーマーの今日のゲーム早いっすね、ちょっと早始まんの。さあキャラが。これキャラがあれなんですけど、順番もあれでしょ、じゃああれだよね。対してプロゲーマー初級はなんか軽ダッシュ外して裏ロバ、裏ロバってあの人使ってるの見たことないんだけど。さあユリ対キム、あ、いきなりもう苦しそうだけど、どうすんの。ああ、さあリバハイ取って置き攻めは、はいはい。さあなんとか逃げた、えいえい行ってる。お、走り込む、また走り込んだよこの人、この前もそれじゃん、すぐそれだもん。走り込むだけだってこのプロゲーマー、ほら走り込むだけだよこのプロゲーマー。さあ胸縛りのミンター、無理だった。さあ貢献、えいって言って、また走り込んで 3D、 あ 3D ユリ強え、今回のキムちゃん無理だこれ、キャラサーだよね、さすがに無理だ、確かに確かにキャラサー、これもキャラサーあるよ。うわてかさ、あーもうプロゲーマーの業務が、あープロとの格の違いが出てきたこれ。うわ、うますぎるプロ、しっかり引きつけてるしさ、屈伸して引きつけてるからさ、体育。さあこっちも負けじと、ただもう、あーっと胸ジャッパーが放てる。ちなみに初期さん斜め B やっても今回抜けられないっすよ、前はシェルビーの社会 B にも当たるんで、あれ、あの前今回腐ってから性能が
前田だけでいいっすよ、あれ。あのキャラ弱え、このキャラっつってる。さあ弱え、このキャラ。本当に確かにやばい、苦しそうだ。サンタ手が見える、これプロゲーマーにサンタ手が見える。シャクシあるよ、はい、シャクシ来た。あー弱え、シャクシの密度が薄い、これ弱え、このキャラ弱え。さあ変わったのはプロゲーマー初期。